E.G. マーシャルはアメリカ合衆国の俳優。シドニー・イルメット監督の12人の怒れる男やウディ・アレン監督、インテリアをはじめとする数々の映画の名脇役として知られるほか、日本でも放送された主演ドラマ、弁護士プレストンでエミー賞のプライムタイムエミー賞主演男優賞を2年連続で受賞するなど、テレビドラマでも活躍した。芸名の E.G. が何の略であるかを生涯明かそうとしなかったが、冗談で Everybody's Guess、誰もわからないと語っていたほか、Edda GunnarやEnigma Gregariusの略との説もある。1914年にアメリカ合衆国ミネソタ州スティール郡オワトナで生まれる。父方の祖父母はドイツ人。一般的に知られているプロフィールでは、カールトン大学とミネソタ大学に通ったとされているが、セントポールのメカニックアーツハイスクールに入学した記録はあるものの卒業した記録がなく、また、カールトン大学にもミネソタ大学にも入学した記録がないことが指摘されている。舞台で俳優としてのキャリアをスタートし、1940年代以降はブロードウェイの様々な舞台に出演する。1950年代にはブロードウェイでるつぼや五道を待ちながらなどの舞台で主演を務める一方、テレビドラマにも出演するようになる。1961年から1965年まで CBS で放送されたテレビドラマ弁護士プレストンに主演。1962年と1963年の2年連続でエミー賞のプライムタイムエミー賞主演男優賞を受賞する。1974年から1982年まで放送されたラジオドラマ CBS ラジオミステリーシアターのホストを務める。1998年に肺がんで死去。ありがとうございます。